まあ1000万手に入るようなことがあったらこの車欲しいなとはずっと思ってたんで、やっぱ意識はしてましたね。スーパーダーツのモチベーションはお金でいいんですかね。ソフトダーツ最高峰だと思ってますし、ものすごい夢のあるものだと思ってます。自分にこういう順番が人生で回ってくるんだなって不思議に思いましたね。よくわからない爆発力、多分緊張とかいろんなものによって引き出されてるんじゃないかなと思うんでね。だから大舞台に強いみたいな、ディフェンディングチャンピオンっていう緊張を引っ提げて、あとはそれが爆発してくれると期待してくれていいと思います。まあダーツなかったら恐ろしいですね。社会不適合者でした。今はダーツのおかげでなんとか肯定されてるような感じなんで、決勝を登ってきた選手が橋本選手じゃないなっていうことが分かった瞬間、ちょっといけるんじゃないかなっていう気持ちがありましたね。チャンピオン春樹村松。スーパーダーツ前回優勝してちょっと僕自信ついちゃったんですよね。それがジャパンとかの結果につながってるような気がして、最近はちょっと自信なくなってきてるんで、いい流れだと思ってるんで、これからも自信なさげに頑張っていきたいと思います。